日本代表森保監督、戦術は選手に考えさせて16億円稼ぐ。8年契約で2億円、戦術はボトムアップ、選手たちが話し合いして選手たちの実践に任せてる。まあ勝ててるならええやろ。選手ガチャ当てただけの無能監督。まあ結果出した以上正しか、たんやろから文句つけられん。突然、三笘薫というニューヒーローが、核変的に出てきて、劇的に勝ち進みました。世界、なんて戦術だ、名監督。これで世間が手のひら返し。ただもう、あんな奇跡そうそうないと思うわ。三笘も怪我とかでいなくなったらこれや。トータルで中田秀俊より稼いでそう。高評価とチャンネル登録で、やる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。